伊藤美誠選手です。えー、まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> え昨日はですね、チームとしても非常にあの悔しい結果でしたが、えー、見事に立て直しての今日の勝利だと思います。えー、試合を終えての今の気持ちをまずはお聞かせください。そうですね。まあ本当にまあ勝って涙したのは本当に久しぶりで。 なんかやっぱ昨日のやっぱ悔しい負けというかう1ゲームの最後の 2−2 の1ゲームでの負けがあったので本当に悔しくてでまあ負け方もすごく悔しかったのでまあやっぱりうんまあ早田選手にもその日の夜に LINE いただいてうんやっぱり自分らしく。 まあ最後までやれることをやり尽くせば大丈夫だよっていうふうにまあ言ってくれて何て言うんだろう肩の身が下りた何 <laughs> て言うんですかね <laughs> なんかそのなんかリラックスしてやっぱ試合をしたらやっぱ本当にこうまあ楽しいが一番でリラックスしてまあ思い切って楽しむことがやっぱそういう勝利だったりとかチームの勝利につながるっていうふうにをこうまた 教えていただいてもちろんやっぱ頭では分かっていても行動でこう示すことがなかなかできなかったりしたのでこうすごい苦しい展開だったり、まあ、昨日も苦しかったんですけど、まあ、今日はしっかり自分のためにそしてチームのために戦うことができて本当に幸せでした素晴らしいお言葉をいただきまして、えー、今後はプレーオフ進出に向けて。 この日本生命レッドエルフのエースとしての活躍が期待されるそんな伊藤選手ですけども今後のシーズンに向けていく意気込みもお聞かせくださいそうですね、まあ、やっぱ国内ではなかなか今、勝つことが本当に難しくてうん、まあ、早田選手の安定さと爆発力と、まあ、やっぱりすごい見習うものがすごくあってそしてやっぱ日本生命っていうチームの勢いっていうのも本当に 自分の中ではすごい宝物というか、まあ、やっぱり応援されてる気持ちになるとすごく嬉しいので、まあ、自分自身もやっぱ自分のためにもそうですし、うんまあ、自分のために戦えたらやっぱ自然とチームのためになるかなと思わせてくれる今日の大会だったので、うんまあ、やっぱ海外の試合もこれからたくさんあるんですけどやっぱ T リーグっていう自分を成長してくれるやっぱ場所 だと思うので、まあ、本当に一戦一戦すごく熾烈な戦いになると思うんですけど皆さんの声援を力に借りて一試合一試合全力で思い切って楽しんで試合したいなと思いますありがとうございますえそれでは今日大きな声援を送ってくれましたえホーム貝塚に集まってくださった皆さんそして配信で応援してくださった皆さんに最後に一言お願いいたします はいそうですね本当に、ま、昨日もそうですし今日もたくさんの方に、あのーま、生でもそうですし配信でもやっぱ見ていただいてすごく嬉しいですしうーん、ま、本当に、ま、ホームっていう力もあるんですけどやっぱり本当にすごい声援が力になりました。あとま、これかからら次の大会から多分アウェー だと思うんですけどただアウェーの中でもたくさんの方が多分見に来てくれるし応援もしてくれるっていう気持ちを信じてとみんなでチーム一丸となって思い切って試合したいと思いますとみんなで楽しんで勝ちを取りに行きたいと思いますこれからもよろしくお願いします今一度大きな拍手をお願いいたします伊藤美誠選手でしたありがとうございました